ダイハツミラダイハツミライストヨタピクシスエポックピクシスエポックはトヨタ自動車が販売する軽自動車である。子会社のダイハツ工業から OEM 供給を受ける形式で2011年9月に発売を開始したトヨタブランドの軽自動車ピクシスシリーズはこれまでムーブコンテベースの軽トールワゴンであるピクシススペースハイゼットトラックベースの軽トラックであるピクシストラック ハイゼットカーゴベースの軽キャブオーバー版であるピクシス版の3車種を発売してきた。今回、第3弾として発売されるピクシスエポックは、ミライイスをベースにした、優れた低燃費と購入しやすい価格が特徴の軽ハッチバックである。2012年12月に、富士重工業から同じイスをベースとしたプレオが発売され、3兄弟車種となった。エポックとは、時代を意味する。 なお、他のピクシスシリーズ同様、軽自動車市場比率の高い地域で取扱い希望のあった青森県、秋田県、鳥取県、島根県、四国地区、福岡県を除く九州、沖縄地区においては、トヨタ店、トヨペット店を含めたすべてのトヨタの販売店での取扱いとなっていた。また、新車の展示については、取扱店舗からさらに選定された。 ピクシスステーションと呼ばれる一部の店舗に限られていた。ありがとうございます。